ナーン王国は、現在のタイ王国、ナーン県ナーン氏を中心に展開した、世襲の国主による、反独立の国家である。ビルマコンバウン王朝によって、ナーンの国主に指名されたティンバハーウォンを始祖とする。コンバウン王朝の勢力の衰退により、シャムとビルマ両国の干渉を受け結局、世襲国主として定着。1931年まで存続した。 生七1727年5月2日、遅延前にいたティンバハーオンがナーンの国主に任命される。しかし、彼の死後、1760年頃から、遅延前における反乱が頻発する。ビルマ王の命で王位についていたアリアオンは、1764年、ビルマ側につき、王いのナーイヤーよ、ビルマの援軍として送るが、1766、67年、逆に、 チエンマイにおけるハンビルマ反乱に便乗して、アリアオンはビルマ軍に向けて進軍、一時的に改装させるが、翌年、ビルマ王の援軍による反撃によっているアンパバーンまで改装した。そのため、ビルマ側にいたナーヤーイがナーンの国主に任命されたが、7ヶ月の後病死、弟のナンマの王が王位についた。一方、アリアオンの息子ウィトゥームはチエンマイで、 ビルマの管理をしていたが、チエンマイのハンビルマ反乱に参加し、シャムによって、ラムパーンで1774くれないし75年初め頃に、ナーンの国主に任命され、ナーンマノーは、王位を捨てて逃げ出した。しかし数ヶ月のうちに、ビルマによって攻め入られ1775年、敗北し、ビトゥーンとその父アリアオンは、現在のウッタラディット県、タープラー軍まで逃げた。また、 ビトゥーンは1778年にシャムに背いたとしてトンブリーに送られ、そこで死亡した。この後数年間、ナーンは国主が不在となるが、1782年ビルマはナーンマノー,ノーイにあたるアッタワパン用を国主に任命。一方でシャムはモンコンワラヨットを国主に任命。国主が二人存在するという奇妙な事態に陥った。しかし、モンコンワラヨットは、 ビルマの脅威に耐えられず1786年に隠居。国主はアッタワパン用一人となり、1788年。これはシャム川からも了承された。アッタワパン用の知性までに長期の戦乱でナーンは荒廃し人口力に欠いていたことがナーン年代期等から推測される。このことからアッタワパン用はナーン二寺院を建設したり、 修復したり町の再建に着手、また、遅延戦など北方を攻撃し、捕虜をナーンに連れてきて、強制移住させたりして、ナーンを活気づかせた。この後の王たちも、このような方法で、ナーンは国土を回復していった。1853年11月時のナーン国王、アナンタヨットは、シップソーオンパンナー攻略の命を、シャムから受け取る。この戦いはシャムから派遣された。 ウォーラワンサーティラートサニット新王を総大将に1855年まで続くが結局失敗。ナーンの国師もこれに多くの貢献をした。これの後、アナンダヨット王はシャム王に新たなナーンの町の再建の許可を鯉許可された。こうしてナーンの町に城壁が建設された。18世紀後半から19世紀初頭にかけては、 チーク材の宝庫としてナーンは注目され繁栄の絶頂期にあり、外国の投資まで行われたチーク材の伐採がナーン県の近辺で行われ、ナーンはその集積、取引の中心となった。しかし、1904年大政府が現在のナーン県の東部にあたるをフランス領インドシナに割上したことにより、ナーンの経済的地位は下がっていった。 ラーマ5世のチャクリー改革以降、ラーンは、君主がありながら、内務省の会の法人となり、1899年、内務省の省令によりラーンは、空ーエンラコーンラーンとなった。1914年には、アムプームンとしての行政区分が与えられ、現在のラーン氏の原型を形成した。君主は、マハープロムスラターダーの代まで続き、 1931年8月17日、名実ともに、ナーンの君主は廃止された。一方ナーンの国主を世襲していた一族のうち、スリーアポンパリットデート王の子孫には、ナナーンの名字が可視され、ナーン県の名家となっている。年代は中期のあるもの以外、ナーン年代記による。ティンマハーオン。 1726年5月2日から1752年4月7日。アリア・ウォン・ワントーク。1754年8月3日から1768年7月8日。ナーヤーイ。1768年7月8日から1769年2月。ナーアン・マノー。1768年7月13日から1775年2月15日。ビトゥーン。 1775年から1778年、アッタワパンヨウ。1782年から1788年2月1日から1890年、モンコンワラヨット。1784年月23日から1786年、スマナテーラワート。1810年12月6日から1825年4月13日、マハーヨット。 1825年6月10日から1833年4月4日、アチタウォン、1837年4月3日から1838年8月13日、マハウォン、1838、39年から1851年、アナンタウォン・ウォーラリッィデート、1853年3月6日から1891年5月29日、 スリーアポンパリットデート1894年1月1日から1918年4月5日、マハプロムスラターダー1918年11月11日から1931年8月17日。ありがとうございます。